霊夢たちを置いてきたけど今日は二人で修行でもするか。そうだね、今日は二人で頑張ろう。今よりもう一段階上に行かないといけない。じゃないと私たちより過酷な生活しているデッカちゃんたちに歯が立たない気がする。魔法の力でもっとバリエーションを増やさないとな。技のバリエーションで相手を翻弄して、打点の力で一気に仕留めるように。課題は多いな。頑張ろうな、オウカ。そうだね、カナネくん。あれ、あそこに飛んでるのって。ああ、ジャメイマルだな。毎日お疲れなこった。でも顔色が悪いな。しかも飛び方がおかしい。ておい、あやさん、大丈夫？すいません、体のダメージがひどくて。外傷はないけど、ひどいのか、オウカ。うん、普通の人だとそっちレベルかも。体内の内臓がひどく損傷してる。はい、治ったよ。ありがとうございます。それにしてもあんたほどの実力者が誰にやられたんだ。小さい女の子、いや、あれは、必要の魔女？必要の魔女？間違いないのか？はい、私もそれなりに情報や知識がありますので、恩恵を司る魔術師、それに私の攻撃を違う方向に変換したあの魔法人。間違いなく必要の魔術師です。変換の魔法人は月曜の魔法に多くあります。必要の魔術師、トラちゃんと同じ。それにしても何が目的なんだ？悪魔界を開く封印石を集めていました。おそらく崩壊に行って悪魔界の扉を開くのが目的です。悪魔界の封印石、ちょうどそれ関係で新聞を配ろうとしていたので写真はあります。嘘だろ。トラちゃんが持っていった石と同じだ。でもどうしてあんなに楽しそうにしてたのに。何か訳があるのかもしれないな。おそらくトラ含め七曜の魔女たちは崩壊に向かっているはずだ。崩壊、崩壊ってどうやっていくの？これが幻想郷の各世界関係地図です。今私たちがいる世界は幻想郷、そして目的地は崩壊。まずそこに向かうためには精錬船という船に乗る必要があります。なるほど、早く行けばその崩壊に向かう船でトラたち魔女と乗り合わせるかもしれないな。そしてその精錬船の行き先が崩壊になります。それでその崩壊で悪魔界の扉を開こうとしてるんだよね。悪魔界は魔界よりも最も深い世界。この世界の反対側、闇の世界とも呼ばれる別世界です。弱い悪魔程度なら召喚などの方法で簡単にこちらの世界に来たり、契約などの干渉ができるのですが、強大な力を持つ悪魔はこの扉からでないと来ることができないとされています。つまり、もしこの扉が開かれたら最悪全世界が悪魔界に、もっと上では神同士の戦争になるでしょうね。悪魔界一層でも簡単に億単位の力を持つ悪魔がはびこっているらしいですし、言い伝えでは悪魔界のもっと下層には想像を絶するほどの悪魔がいるとされています。それは猛鳥や鳥などの次元を優に超えるほどの。それをトラちゃんたちが。準備しろ、オウカ、トラを止めるぞ。うん、急ごう。待って、行く前に私の話を聞いてください。相手の情報もないのにどうやって倒すつもり。恥ずかしながら私は即やられた。初見殺し系の能力です。しっかり聞いてください。そうだね、情報は必要だよ。聞かせてくれ。情報は二人の少女、青い髪にツインテールの女の子、名前はデフテイ。能力は変化系、詳しい内容は不明。恩恵は母性。母性はすなわち守る感情。デフテイを前にした状態で自身や他者を守ってはいけません。なんだ、つまり攻めたらいいんだろ。そしてもう一人が赤い髪で片方だけ髪をくくってる女の子、名前は確かプリー。能力は不明、恩恵は逃走。つまりプリーに対してか、範囲的かはわかりませんが、攻撃的な感情、つまり攻撃をしてはいけません。攻撃をしてはいけない。しかも最悪なことにこの二人セットです。ってことは攻撃もできないし、守ることもできない。戦えないじゃん。ですから私は即負けました。おそらく私一人では勝つのは困難でしょうね。数でどうにかなるのか、試してみないと。とりあえず私は幻想郷に関わる各世界にこの情報を広げ、各世界の情報と実力者に協力を要請してきます。二人は向かうなら急いで精錬船に。出発のタイミングが遅れたらその時点でアウトです。わかったよ、情報ありがとう。急いで準備だ。私も急ぎましょう。で、なんで俺にこの仕事を持ってきたんだ。母性、闘争、決断。はっきり言って、俺やカムイでも相性悪いんだが。知ってるよ、キラを見る限り、恩恵はわからないけど、記憶を抜かれてたことを見ると、記憶操作系能力者なのは間違いない。それに踏まえて魔法使いだ、夜桜どころか、6名王全員相性は悪いだろうね。ならなおさらだ。夜桜を選んだ理由、強いて言うなら、ずる賢さだ。あなたのその戦術や戦略性、そして人を騙すずる賢さに頼りに来たんだ。
さすが煉獄様です。正しい評価ですね。お前ら俺を何だと思ってんだ。それだけ頼りにしてるってことだよ。私としては私、夜桜、カムイの3人で精錬戦に向かおうと考えている。当然、カムイに関しては英気様とユユコ様から夜桜6名王補佐として冥界以外の世界に出る許可をもらっている。ありがとうございます。つまり、準備は万端ってこった。わかったわかった、俺に何ができるかわからねえけど、言ってやるよ。では私も準備しますね、夜桜様、煉獄様、少々お時間いただきます。カムイ、物腰が柔らかくなったわね。それもこれも夜桜6名王のおかげね。俺は何もしてなんかないさ。俺よりカムイの方が6名王の仕事が向いてて、手慣れていたから、あいつの好きなようにさせてるだけさ。だからなんでしょうね、あの子の夢が叶った上に支えてくれる人がいるから気を張らなくてよくなったのね。さて、俺も準備する、煉獄はそこで茶でもすすっててくれ。そういえばカムイを選んだ理由を聞いてこなかったわね。カムイが私以上に夜桜6名王に忠誠を誓っているから、きっと夜桜6名王の最高の相方。つまり、私が理解できない作戦でもカムイなら夜桜についていける、だから選んだのよ。これも一種の愛なのかしらねー。さて、準備はいい、小石。うん、楽しみだね。あやから、恩恵で一番相性いいのはあなたの妹の小石さんだからぜひ参加してほしいです。って言われたらね。うつほたちがやられたなら私たちも無関係じゃないからね。それに私の無意識なら恩恵を全部無視できる。それに村さたちに会えるし。よし、早速準備だ。ちゃんと私が見ててあげないと。僧侶娘様、あやさんから事情は聞きましたよ。で、なんて言ってた。恩恵、って言ったら NG ワードゲームみたいな能力らしいですよ。ああ、そういえば、努力、がどうこう言ってったわねー。それで、その子を連れてきてもう一回やってほしいと。違うわよ。あんたが私の代わりに倒して切ってほしいのよ。なるほど、それでさっきからなんでそんな変な喋り方なんですか。頭がまだグワングワンって。わかりました。僧侶娘様の代わりに私が行ってきます。お土産は何がいいですか？ねえ、遠出旅行と勘違いしてなっていわっよね。なんだと、各世界で七葉の魔女たちが実力者を倒した。目的は封印石を集めること、そんな反応をするってことは何か関係があるみたいですね。さっきまでいたのよ、七葉の魔女が。そう？ですか。争わなかったあたり、かなり友好的な魔女だったんですね。でもなんで封印石なんか。悪魔界の解放、悪魔界の解放。知ってるのか、霊夢。悪魔界は魔力という力を生み出した世界。魔術、魔法、つまり私たちの原点の世界、それを滑るこことは違う別世界よ。あまりにも強力な悪魔がこっちの世界に入ってこないように封印しているのよ。幻想郷の境界や結界を守る人物、天狗とか物知りな人たちなら誰でも知ってるわ。はい、それで私としては、七葉の魔女、デアルパチュリーさんに討伐を依頼したいのですが、できれば、知っている知識も借りたい、七葉はあなたの専門中の専門、ぜひ力を。パチュリー、私もお願いする、パラを止めたい、そのためにはお前の力がいるんだ。恩恵、って知ってますよね。もしかして、適正者なの？恩恵、何それ。七葉の魔女は、恩恵、といういわば NG ワードのような力を持っています。母性、闘争、決断、努力。このようなワードに当たれば即敗北、そんな力です。待て、パチュリーにそんな力見たこと。出て行って。え、もう出て行って。パチュ、マリサ、あや、行きましょう。パチュリー、詳しくは聞かないわ、来るなら後で来なさい。あや、私とマリサが行くわ、知り合いがいるの、無視はできないわ。感謝します。では私は他にも情報を集めてきますので、二人は急いで精錬戦に。適正者、本物の七葉の魔女、真の七葉の魔女には、恩恵、が備わる。私に、恩恵は、ない。七葉の魔女の才能がない私は恩恵を持たない代わりに魔法を極めた、多くの書物を作るほどの、大量の魔法を作った。でも歴史は私を、七葉の魔法を生み出した大魔女、と称えてくれるわけね。私、パチュリー様を尊敬してます。憧れでした。弟子ですか、ぜひなりたいです。私、世界を平和にしたくて七葉の魔女になったんですよ。本物が本物にすらなれなかった私に憧れてくれるなんてね。どうしたの、パチェ、悩み事。レミー、私はやっぱり偽物なのかしら。私は本物には。何言ってるの、あなたは本物でしょう。私はあなたの努力を知ってる、適正者なんか全員跳ねのけて大魔女と呼ばれたあなたをね。
パッチェ、あなたは間違いなく、七曜の大魔女よ、誇りなさい。え？変わったわね、パッチェ。変わった。幻想郷に来てから変わったわ。友人ができて、自分から異変にも立ち向かったこともあったわね。そして、次は弟子を欲しがっている、素質のある子を守りたいと思ってる。せっかく私より素質がある子が少なくとも5人はいる、壊させたくない。なら、守るために戦いなさい。その子たちの素質と人生を守るために今、パチェができることをやってみたらいい。え？ほら、行ってきなさい。あの子をもう一度ここに連れてきなさい。先に進む時よ、パチェ。ゼリー、少しでかけてくるわ。私も行こうか。いいえ、一人でいい。あの子たちを止める。未来ある子たちの人生を壊させてたまるか。私があの子たちが取り返しのつかないことになる前に止める。それが、七曜の大魔女、の選択よ。こうして、カナメ、オウカ、レイム、マリサ、パチュリー、煉獄、夜桜、カムイ、サトリ、小石、イク、の11名が討伐組として精錬戦に向かった。対する魔女は6名。計17名の精錬戦魔女討伐戦が始まる。精錬戦で生き延びた者が崩壊へたどり着く。それは魔女が多いか、討伐組が多いか。それとも、魔女全員の討伐に成功するか、討伐組全員が敗北するか。戦闘の火蓋は今、切って落とされる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。